にちは、6年生の皆さん、私は JA 日立の青木と言います。今日は、本当は皆さんで田植えをするところであったんですけども、それができないということで、私も代わりにちょっと皆さんのためになるようなお話をしようと思って来ました。先ほど潮田さんからお話がありましたけども、私からは農業の多面的機能ということについてちょっとお話ししたいと思います。この多面的機能っていうのは、ここにも書いてありますけど、田んぼってお米を収穫するだけではないんです。っていうのは、いろんな機能があります。例えば土砂崩れを防ぐ機能とか、農村の景観を保全する機能とか、あとは今から暑くなりますけど暑さを和らげる機能、こういった機能もろもろあります。で、一番大きな機能として、洪水を防ぐ機能、こういう機能があります。皆さん近くにダムとかあると思うんですけど、この田んぼが水を蓄えて一定期間蓄えて、皆さんの暮らし、そういった安全を守っているというところも持っています。お金に換算すると洪水防止するだけで、3兆5000億円、膨大な金額で分かりませんけれども、それぐらい大きな役割を持っているということです。あとこの多面的機能の中に、生き物の住処になっているというところがあります。こういったいろんな生き物もありますけれども、ここで皆さんにクイズを出したいと思います。ここでクイズです。田んぼにはいろんな生き物がいると言いましたけども、まずこの生き物は何でしょうか。何でしょうか。これは簡単ですね。これはオタマジャクシです。オタマジャクシ、オタマジャクシがカエルになります。今のオタマジャクシがこういったトノサマカエルになります。第2問。さあこれは何でしょうか。あまり見慣れないかもしれませんけど、何かの幼虫です。これが大きくなると、オニヤンマになります。で最後です。このうちの田んぼで採れたんですけども、こちら、ね、こちらはカニっぽいですね。正解言っちゃいましたけど、サワガニといったように生き物の住処になっているということで、もうこういう生き物だけじゃなくていろんな生き物が住んでいるということです。でこういった農業の多面的機能ということで話しましたけども、農家はお米を作るだけじゃなくて皆さんの暮らしの中に直結して、生活を守ってくれているというところもありますので、皆さんもこういった農家のために美味しいお米をいっぱい食べて、元気になってください。